行くで、五万街のマリア行くで、新一君。ているのか見て聞いてほしい。五番街は古い町で昔からの人がきっと住んでいると思う。訪ねてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた。それだけが気がかり。五番街は噂を聞いて、もしも嫁に行って、今がとても幸せなら寄らずに欲しい。Sorry、ちょっと待ってください。Sorry、I'm sorry。家行ったならば、マリーの家行き、どんな暮らししているのか見て聞いてほしい。五番街は住んだ頃は長い髪をしてた。かわいいマリー、今はどうか知らせてほしい。マリーという娘と遠い昔に暮らし、悲しい思いをさせた。それだけが明かり。五番街は近いけれど、とても遠いところ。悪いけれど、そんな思いさしてほしい。五番街のマリエ、73年、高橋真理子。